丈夫かな？映ってますか？映ってないかな？あ、お腹の音が。静止画。真っ暗？戻った？あ、よかった。戻った、よかった。ありがとう。お仕事頑張って。明るく良い一日を。ありがとう、チョコさん。お仕事頑張ってください。ホイトです。だった、映った、よかった。映ってる。セナウマさん、おはようございます。しっかり食べて、上に、上に成長しよう。消えてたけどね。ね、なんかね、Wi-Fi が切れたっぽいですね。はつのりさん、おはようございます。今日身長何センチ伸びてましたか？その毎日測ってないんで分かってないんですけど、もう私の中では0.1センチくらい伸びてればいいかなーですね。毎日0.1センチ伸びてたらね、1年でめっちゃ3メートルとかいっちゃうかな？わかんない。いや、それはないか。でもね、そうなるね。ねえ。あ、更新ボタン押して戻れたよ。ただいま、お帰り、ありがとう。倉島先輩みたいに朝ごはん配信すれば、なんか倉島先輩みたいにいい朝ごはん食べてないんですよね。だから、ちょっと大丈夫です。朝配信まったりしていいね。そうですか。確かに落ち着いてる、いつもよりか。目標身長は、なんか多分無理ですけど、160は欲しいんですよ。え？ 160 は欲しいです。はい。160です。あと7センチくらい。早速、ハッシュタグつけてメール返信したよ。これからも楽しみですわ。ありがとうございます。3メートルならどこのポジションにいても目立てるね。ですね。もう3メートル。3メートルだったらギネスやん。朝からめっちゃ可愛いな。ありがとうございます。眠そうにないですかね。174ですが、追い越さないでね。私はまだ153なんで、あと20センチは大丈夫です。わかんないですよね。急成長するかもしれないから。朝ごはんはパン派ですね。毎日パン。本当ご飯食べる日はおにぎりの時しかないパンです。毎日パン。菓子パンです。だから太るんです。はい。イサヒロさん、おはようございます。身長高いキューキー好きなもの聞いて、それ食べたら160いくよ。身長高いのって誰？アラのノンティー、あーや。かな？ アラノがね、なんか一番高いらしいんでね。アラノの好きな食べ物はイケダですかね。はい。ね、イケダですかね。イケダ食べます。ごめんなさいだけど、この配信みえちゃんが可愛く感じます。カビゴンさん、ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。ノラさんの時に私より身長が低かった人いなくて、私が一番小さかったんですよ。そう。一番小さかったです。
中2で身長20センチ伸びたよ。すごい。でも私も中1で、去年のなんか去年の12月じゃ、小学校6年生の12月が142センチしか身長がなくて、今現在153センチあるんですよ。すごくないですか？僕もパンハネッサキチーズトーストを食べました。あー、いいですね、チーズトースト。私は今日はなんだろう、なんかクリームの入ってるパンです、多分。わかんないけど全然知らないっていう。いや、皆さんパン多いですよね。急成長あるかもよ、とある88かなメンバーさんが10センチ公演中に伸びたような子もいるので、やば、ひめたん背高い、本当に。そう、あの石渡瀬奈さんとか西まりなさんよりも低くて、なんかもうちょっと追いつきそうだったのが、あのもうちょっと追いつきそうだったんですけど、まあまあそんな成長してなかったです。メンバーと外食&旅活楽しさ増量したんかな。あ、でも前なんかなメンバーっていうか、キューキーでタピオカを飲みに行ったのはまだ2回しかなくて、ナイアンとももちゃんと初めて行ったんですけど、なんかどこにまずタピオカ屋さんがあるのかが分かんなくて、本当にね、無知って感じで。そうで、ナイアンに案内してもらいました。ナイアンはあの愛知県住みの私たちよりも詳しかったです。はい。で、私ミルクティーが飲めなくてね、この前のブログでも書いたんですけど、いちごヨーグルト味です。はい。パフューさん、おはようございます。外食は結構行ってますよ。今度もね、行くんですよ。どこか何を食べに行くかはちょっと私が予約したんですけど忘れちゃったんですけど、何か食べに行きます。はい。ふりかけご飯か、いいですね。私は卵のふりかけが好きです。はい。新野さんはふっと乃木坂のリスナーさんに似てるよね。ああ、ふりちゃんの好きな方だ。確かに似てるかもしれない。その公演やってる間ということね。ああ、そういうことか。一日の公演で伸びたらアニメの世界になる。確かに。確かに。ごめんなさい。SK48 の2期生さんのキョンちゃんさんは活動中に身長、急成長したんじゃなかったっけ。あ、もう確かに、磯原京香さんは、なんか、オーディションの時の動画を見たことがあるんですけど。すごい小さい時から入っててなんかすごいなって思いました。まさなさんと、うん、でもまさなさんに、そう、まさなさんなんか入る前はほぼなんか愛知県であるイベントに参加しまくってて、やっぱりオタ活みたいな。ネギトローズポーズこう、なんかこれでいいのかな。どうしようね。なんかいいポーズないよね。チコちゃんポーズみたいな。サトチンさん、おはようございます。あと5分しかないよ、やば。とりあえずランキングを言おう。握手会にはよく いましたよね。いました、いました。ちょっとごめんなさい、コメントじゃなくてあれです、ランキングを読ませてもらいます。20位から20位、ダイミラ、ダイミダラーさん、ありがとうございます。19位ヨーダさん、ありがとうございます。18位アトムさん、ありがとうございます。17位ユイチロウさん、ありがとうございます。16位イサヒロさん、ありがとうございます。15位ダメケンさん、ありがとうございます。14位ケンジーさん、ありがとうございます。13位サンボマスターさん、ありがとうございます。
12位高谷さん、ありがとうございます。11位クローバーさん、ありがとうございます。10位まひるの月さん、ありがとうございます。9位ミッキーさん、ありがとうございます。8位土踏みさん、ありがとうございます。すいません。7位キッズさん、ありがとうございます。キッズさん、ありがとうございます。6位みなちゃんさん、ありがとうございます。5位はさん、 HA さん、ありがとうございます。4位りょうがさん、ありがとうございます。3位けんたさん、ありがとうございます。2位こじいさん、ありがとうございます。1位さっちんさん、ありがとうございます。そして1600人の見てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しきこと限りなしですね。ありがとうございます。それではコメントに戻ります。そう、大須に一回池田と行ったんですよ。そう、レッスンが終わって6時とかに池田と一緒に大須行って、そう行ったらもう本当お店やってなくてね。ルームホロスター、ありがとう。ロリボーイさん、ミッポンのサイリウムカラーは青と白とオレンジです。よかったら9期生青多いんですけど振ってください。カバカバさん、おはよう。でももう終わっちゃう。ふえたさん、お久しぶりメールの返信、どうだろう。なんか昨日の夜確認した時点ではまだ来てなかったので、まあもうちょっとですね。はい今日の公演入るからよろしくお願いします。よかったら青と白とオレンジ振ってください。お願いします。ハッシュタグ中坂美奈のツイッター見ましたよ。あいあいさん、おはようございます。でもあと1分だ、やばい、ごめんなさいね。しんのすけさんも初めまして、ありがとうございます。池田さんと一緒にそう行ったの。そうで、池田さん何食べたっけ。唐揚げと何食べたっけな。唐揚げとたい焼きと、あと帰り道に牛丼食べました。あと小籠包和彦さんもありがとう。ヤグーさんもありがとう。みんなありがとう。でももうバイチャーします。せーの、バイチャーもうあと1分だ、やべえ。バイチャー、公演頑張ってね、ありがとう。さあ、このね、ターンタイムがないからわかんない。池田さんと同じ人に見えるよね。よかった。めいちゃー。めいちゃちゃー。